アイアンワインはシンガーソングライターサミュエル・ビームマイナスのステージネームである。アメリカ合衆国サウスカロライナ州出身。学校に通うためにフロリダ州へ引っ越すまでそこで過ごした。現在はテキサス州オースティンの橋で暮らしている。アイアンワインという名前はビームが映画を撮影している間に雑貨店で見つけたサプリメント。 ビーフアイアンワインから取り入れられた。ビームは1974年6月26日に生まれ、両親が働くサウスカロライナ州コロンビアの橋で育った。父親は土地管理の仕事に携わり、母親は学校の教員をしていた。ビームが子供だった頃、彼の家族は定期的にビームの祖父が経営する牧場に彼を連れて行った。 大学に通うようになるまでの間、ビームはコロンビアのカリフォルニアドリーミングレストランでウェーターをしていた。ビームはフロリダ州立大学で芸術学の修士号を取得した。アイアンアインのファーストアルバムが発売されるまで、ビームの主な収入源はマイアミ大学とマイアミインターナショナル、ユニバーシティ・オブ・アートデザインでの映画、映画撮影技術の教師としての仕事からだった。 彼は友人が4トラックの録音機を貸してくれる前に7年間以上歌を書き続けていた。彼の友人はビームの作ったデモをコピーしてレコード会社に配布し、それに目が止まったサブポップのオーナーが個人的にビームと連絡を取り契約を申し込んだ。ありがとうございます。